俺の看板 AWM。 はい、どうも、すこいです。今回はですね、明日の朝、絶対スタートダッシュすべきっていう、とある話、ちょっと話していこうかなと。明日絶対早起きすべき理由があるんですよ。それではやっていく。早い時でやっていくわけなんですけれど、それが、イベントの最近よくやってます、サッカーの予想のイベントの方ですね。金幕のグルゲット歴です。こちらのイベントの方ですね、明日の朝4時の方に、フランス対モロッコ戦があるんですよね。ワールドカップ、準決勝。皆さん、ここの試合結果を見て、朝起きて、速攻かけた方がいいっす。なんでかっていうと、この優勝予想のところあるでしょう。今、現状3チーム残ってます。ここ、フランスとモロッコのところも絞られて、残りこれ2チームになるわけなんですよね。で、2チームになって、倍率変わる前にかけることによって、この人のページが更新される前に、そのフランスモロッコの勝利チームとアルゼンチン、この2つのチームに同額をかけることによって確実に儲けれます。確実に。その倍率が2倍切らんかったら儲かるんで。多分倍率変わらないと思うんですよね。朝5時、6時、7時とか仕事したくないと思うんで。まだそのタイミングでは倍率変わらないと思いますから。皆さん、明日の朝は早起きして、コインが余っているのであれば動画かけましょう。例えば明日、フランスが勝ったんだったら、僕2000コイン持ってるんで、フランスに1000コイン、アルゼンチンに1000コインかけると。モロッコが勝ったら、モロッコに1000コイン、アルゼンチンに1000コインかけるっていう。正直モロッコの場合は、300コインかけておけば、2万5000コイン手に入るんで、1000もかける必要ない可能性はありますけれど、一応そんな感じで、明日の朝、スタートダッシュすることを皆さんお勧めしますね。一応でもこの優勝予想の部分っていうのは、例えばこの試合の予想と違ってですね、あまりこの倍率ってのが変わったことはないですね。アルゼンチンの倍率が1回変わってすぐ戻ったぐらいで、あとはですね、特にその倍率変動したことないですから、もしかしたら明日の朝過ぎた後も、倍率変わらない可能性っていうのは十分あるんですけれど、でも一応今回のこの優勝予想の方に関しましては、決勝前までかけるって仕様なんで、もしかしたら決勝前、決勝直前ぐらいで、こういうことで変える可能性っていうのも十分考えられるわけじゃないですか。それだって皆さんなんとなくわかるでしょ。親行動運営だったらやりかねないかなっていう風に思いますよね。ですので、かけれるっていう風に決まってすぐのタイミングでかけておけば、間違いはないと思いますから、皆さんですね、勝ったチームとアルゼンチンに同額かけるっていう、しといた方がいいと思いますね。それによって確実に増えるんで、どちらもその倍率2倍以上ありますからね。2000コイン使って1000戦でかけたらね、2倍以上あれば2000コイン以上には絶対になるわけじゃないですか。ですので、やっておきましょう。忘れないように。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、次回は嵐がおすすめです。次回ポイントは、クレーンやデパートの屋上、崖の街などと。確かに。次回で考えたら、そっちがいいかもしれませんけれど。あれなんですよね。嵐って、マッチング時間、遊園地よりも30秒長いんですよ。60秒でしょ。遊園地って30秒なんですよね。そこで自分ね、遊園地選んでるっていう、そんな感じなんですよね。遊園地ができる前、東急マップが常設だった頃は、東急マップ選んでましたね。東京マップやったらどこでもいいっしょね、知るの。で、次ですね、40連、120連天井ってことは、金チケ確定ですね、ほぼと。そうっすね。金チケほぼほぼ、毎シーズン無料でもらえるようなシステムで、結構いいっすよね。服が出なかったらですけれど、結構いい感じやな、というふうに、思いましたね。トレーニング勲章ね、120連分集めるってそんな難しくないからっすね。バトルパスのミッションと、イベントをちゃんと参加しとけば、240個ですよね。集まるんで、いいっすよ。結構美味しいっすよね。で、次ですね、顔出しは異性との出会いを作るドライだったり、なんてねと。それはね、なくもないと思いますよ。俺顔出し一応出してるけど、最近出してないんで、僕はあんま下心はないですね。下心ある人は多いんじゃないかなっていう。それは正直思いますね。はい。あと下心ある人はね、外注でその歌の動画とか作ってもらって、歌ってみた動画とか上げている実況者とか動画投稿者っておるでしょう。そういう人は割となんか下心あるかなっていう。それは思いますよね。あとは、SNS でのリプ返信とか見て、男女で言葉遣いが違う人っていうのも下心はあると思いますね。そこはね、結構確実かなっていう。めっちゃわかりやすいっすよ。男女で言葉遣いが違う人は、高確率で下心があります。そこが多分一番わかりやすいんじゃないですかね。はい。で、次ですね。そのうち EA からも訴えられそうと。いや、EA からはどうなんですかね。訴えるほどではないんじゃないですか。Apex でもある要素ってのは怖い行動で持ってこられてますけれど、いろいろね。今回のその、大武器動とか。ただその、Apex 特有のってやつは持ってこられてないんで、今のところ。ですので、大丈夫かなっていうふうに思いますけれど、どうなんでしょうね。今回訴訟された件も正直、PUBG の件含めて、割となんかテンセントの嫌がらせ感もあるんで、なんともっていう感じっすよね。で、次ですね。視聴者数欲しくて顔出しして伸び悩んだら、メンタルやられそうと。それはマジで、めちゃくちゃあると思いますね。顔出しして、出したらいけるだろうと思って、動画伸びなかった時のショックがやばいだろうな。でも意外とその、顔出ししたところでさ、動画伸びるわけじゃないからね。イケメンだと思って動画再生しないでしょ。どんなにかっこよくても。いつも見よるあの人、実はそんな顔かっこよかったんだっていう衝撃はあっても、数字には反映されないと思うんすよね。
目に見える数字には、まあ視聴者維持率っていう意味では反映されるかもしれませんけれど、まあその目に見える数字としては反映されませんから、そんなになんかね、顔出しってね、強い効果は生み出せないんですよね。顔を出した上で、その必要な、顔出しが必要なその企画が取れれば、それはまあ数字伸びる可能性もあるし、出していた方が信用できるんで、まあその今後のですね、まあその長い目で見た時の効果ってのはあるんですけれど、単発的なその効果ってのは全くないっていう、そんな感じになってますよね。まあ自分はまあゲーム実況って見ないんですけれど、一応そのポケモンの実況とかは見るんですよね。で、見よって、たまにその顔出す人っておるんですけれど、いや、この人顔出さんでよかったのにな、みたいな時は、ちょっとね、思う時はあるんで、顔出しってやっぱ必須ではないっすよね。はい。ただまあその、顔は出す必要ないんですけれど、声は必須っすよね。まあ声出してない、まあゲーム動画で伸びてる動画ないんで、ゆっくり実況ぐらい。ゆっくり実況もさ、声出してないけれど、なんだったら声出さない動画よりも作るの大変なんで、まあ置いといて、基本的にその、まあ自動音声を使ったね、ちゃんとした編集の動画以外っていうのは、まあ声出さないとやっていけないっすよね。声出さずに伸ばそうってのは無理ですし、声出さないと YouTuber の収益化できないし、ほぼほぼ無理ね。無音のさ、何の声もない、自動音声されない動画で、まあ収益化されている動画ってマジでないんで、まあ、それで収益化されている動画は編集がマジでちゃんとしてる動画、まあパワプロのチャンネルとかで、まあ声全くなくて収益化されてるチャンネルとかありますけれど、それはもうちゃんとその、そもそも編集がちゃんとしているから、まあ編集ちゃんとせずに声出さずにってのは無理なんで、やっぱ編集と声出しってのは YouTube 必須っすよね。そこはまあ関係あるっていう。顔はいらないっすよね。いや多分ね、編集せずにね、声も出してない動画って、そもそも収益化ができないような数字しか稼げないとかじゃなくて、収益化が通らないと思うんで、まあなかなかそこも難しいところっすよね。ちょっと数字の話とは離れてしまいましたけれど、そんな感じですね。で、次ですね、SBD の金枠実装するんだったら、SBD 直してほしいけれどなと。そうっすよね。いや、弱体化してからさ、金枠実装は遅いよ。マジで。しかもクソ弱いし、今。使う理由マジでないもんな。まあでもその、結局腰打ちの玉ぶれがないゲームなんで、小屋行動って。まあそういうゲームだと連鎖なって、壊れかめっちゃ弱いかどっちかにしかならないですよね。なんかそのガソリンガンと一緒ですけれど、めちゃくちゃ壊れかそれともそのめっちゃ弱いかのどっちかしかできないと思うんで、玉ぶれっていうね、要素がない以上は、そうなっちゃいますよね、やっぱり。で、次ですね、競技コイン枚数上がったと。上がりましたね、報酬でもらえる競技コインの枚数ね。増えましたよね。まあ、ただ増えたところで、そこまでいけるかって言われると、ちょっと微妙なところですけれど。でもまあ、目指すべき報酬が増えたってのはいいことっすよね。まあ、競技コインさ、でも俺、もう完全に存在として、いつも忘れてますもんね。まあ、昔はね、あれで、金車チケットゲットできるとか、やばいな、みたいな。ついにこういう改変が来たかって思ったら、今もう金車チケットいらないじゃんっていうね、まさかの、どっちに行くみたいなもいましたね。なんだったら勲章交換して、ワンチャンね、勲章から金チケ作った方が効率いいやみたいな、そんな感じにもなってるっていうね。いや、やっぱ変わりましたよね。環境進みましたよね。まあ、競技コインね、あるのはまあ嬉しいんで、まあね、どんどんなんかもらえるようなあれが来るといいっすよね。まあピークとかもね、現状そのチームでしか参加できないからですね。ソロがあったら俺参加するんですけれど。で、次ですね、マスター起動とかの感じでと。そうやったっすね。あの、今回の新しいね、なんか、質のエフェクトみたいなやつ。まあ実際のその、使用した感じっていうのはもうほんとプレデター起動みたいな、そんな感じの見た目ですよ。まあ、結構なんか特別感あっていいですけれど、実際つけるかって言われると微妙っすよね。あれがまあ人にも見えるんだったらバレバレなんで、まあつけたらその被せられそうっすよね。あそこにあのパーティーおるんだったら倒しに行こうぜみたいになるから、まあ基本あんまなんかつけない方がいいんじゃねみたいな。それはまあなんか若干思いましたね。